こんばんは、リンパケアサークルゆるふわのあしみです。今日は自律神経、特に更年期ですね、更年期障害にお悩みのお伝えする自律神経を整える方法というのをご紹介していきたいと思います。更年期ですね、更年期障害って言われるその症状、様々あると思うんですけれども、例えばホットフラッシュで、あとなかなか眠れない、憂鬱になるとかやる気が出ない、あと疲れやすい、腰痛、頭痛、あと皮膚や粘膜の乾燥、あとめまいや物忘れ、あと不安感、そういうその症状が更年期ですね、更年期の方の症状としていろいろあると思うんですけど、こういうのはその更年期というのはもちろんその女性ホルモンが減少して不安定ですね、こうやって波になって不安定になってるっていう、その女性ホルモンの変化ももちろんあるんですけど、それにプラスして自律神経の乱れもプラスされることによって、このこういう症状っていうのは悩まされる方は多いので、なのでそのどうしてもその閉経後10年ぐらいかけてわーっとその乱高下がするのは、もう体の機能というか、人間の自然な反応としては仕方ないことではあるんですけども、その自律神経を整えるのは別にそういうものは関係なく、いつどこでもできる方法になりますので、ですので今日はその、自律神経を整えるっていう方法をいくつかご紹介していきたいと思います。有効なやり方、全部取り入れてもらってももちろんいいですし、自分でできる範囲で取り入れてもらうっていうのも有効かなと思います。おすすめな方法としては、起きる時間ですね、起床時間を同じにするっていうのは、これはそのリズムを作るっていう意味ですね。自律神経、特にその交感神経がそうなんですけど、体の変化、実はこれ気温の変化も同じなんですけど、体の変化や気温の変化っていうものにさらされると、僕らっていうのは交感神経が働きやすく、要は交感神経刺激になってしまうので、変な話、なるべく変化がない方がいいんですね。でそういう意味合いでも、起きる時間を一定にすることでリズムが一定になりますので、そういうのが一つ方法です。であと次は、起きてからその朝日を浴びるですね。これっていうのは、その朝日を浴びることによって体がセロトニンを分泌します。でセロトニンっていうのは、その静寂なホルモンで、その先ほど言ったホットフラッシュみたいにわーっと上がるのを、そのクールダウンしてくれる役割もありますし、セロトニンをその分泌することによって、それで夜メラトニンになってしっかり寝れるっていう側面もありますので、その朝日を浴びるっていうのも有効になります。で、3つ目は朝食をとるですね。朝ご飯を食べるようにしてください。で朝ご飯を食べるのも、できればそのジュースだけではなくて噛むですね。これは理想は水分量を含む食事、実は日本食とか和食が有効で、パンとかになると、あれ口の中の水分を取られてしまうので、あんまりおすすめはしないんですけど、果物とかもいいですよね。果物なんかはある程度の歯ごたえがあって、水分量があって、しっかり噛むので、で人っていうのはその噛むっていうことをすることによって、消化器官っていうのが順番に働く筋機能が働きやすくなることと、その食べるっていうことそのものが副交感刺激になるんですけど、これをしっかり噛んで食べるっていうのが実は重要で、いきなり栄養を取ってしまうっていうと、栄養を取る、もっと言えば食らうっていう言い方になるんですけど、栄養をこう獲得しようっていうのは、その交感神経的な役割になって、落ち着いてしっかりご飯を食べましょう、味わいましょうっていうことが副交感神経になるので、しっかり朝ご飯を噛んで食べることと、できればその味わいながらゆったりとご飯食べるとよりいいと思います。4つ目ですね、これは睡眠に関してることなんですけど、どうしても交感神経、副交感神経が不安定な人って、変な風に聞こえるかもしれないんですけど、みんな交感神経優位のまま急にシャットダウンしてパターンと寝てしまってるので、実はこう副交感神経になっていなくって、でそうすることによって睡眠が取れてない状態、睡眠時間じゃなくて睡眠です、要は寝れてない、睡眠時間って布団に入って朝起きるまでの時間はしっかりとってても、その時間の中でいかに眠れてるかっていうのが結構大事なんですけど、それがその先ほど言った自律神経、副交感神経優位の状態であればしっかりとれるんですけど、交感神経優位の状態から寝てしまうと半分気絶した状態に近いので、あまり寝れてない、そうすると昼間眠くなってしまったり疲れてしまうと思うので、そういう時はもう無理せず休むようにしてください。で昼寝なんかも有効になりますので、あんまり長く寝すぎると良くはないんですけども、眠くなったなと思ったら軽く昼寝するぐらいはいいと思います。あともう一つは5つ目ですね、5つ目としては、
お風呂ですね。でこれっていうのはシャワーでなくてしっかり湯船に浸かるっていうのが大事です。湯船に浸かって水に浸かるっていうことそのものが副交感神経刺激になるし、そのお湯を伝わってじわ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 と熱が伝わってること伝わってくることそのものが副交感神経刺激になりますので、ぜひその夜に湯船に浸かってお風呂に入るっていうのが有効になると思います。6つ目なんですけど、これは筋肉を緩めるケアというのをします。筋肉を緩めるっていう緩めるケアっていうのはそれそのものが副交感神経刺激になりますので、先ほど言った昼寝のタイミング、今日の生活リズムであれば休憩するタイミングで入れてもらってもいいんですけど、もしそのお仕事中忙しいのであればその寝るっていうタイミングの前後ですね、それは夜寝る時でも昼寝でも全く同じで、寝る前にケアをして、で起きてからもケアするっていうことで、どん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 副交感神経刺激を入れることによって自律神経が整ってきます。でほとんどの方がその自律神経の整え方ってシーソーみたいに交感神経が高くなって副交感神経が低いで、副交感神経が高まると交感神経が下がるっていう風なシーソーみたいなイメージだと思ってるんですけど、これは交感神経が立ちすぎてしまってるので、それを副交感神経が抑えるっていう役割になってしまうからシーソーのような形になるんですけど、本来は副交感神経刺激っていうベースの上に交感神経が乗っかって、で副交感が常に高い状態をするといつでも交感神経はぶわっと高めれる。でこの時にこれを追い越さないのが大事なんですけど、だからなるべく副交感が高ければ高いほどうわっと高まっても副交感神経刺激内なので、変な話乱高下ではないですけど、瞬間的にうわっと高まっていってもシューわーっと高まってもシューっていう風にいつでも高めることができて、いつでもスーッと落ち着くことができるっていう安全な状態ですね。先ほどのシーソーはガーンと上がった時にこっちをヒュッと上げた時にガーンと下がる、なだらかにとか安全に上下ではなくて、こっちは危険な上下になって、この状態がその自律神経が整ってない状態になってしまうので、なるべく副交感神経刺激を入れて副交感神経優位っていうベースを作るっていうのが自律神経を整える上でかなり重要になりますので、それをするために今日ご紹介した寝る時間を一定する、朝日を浴びる、朝食を食べる、で昼寝をする、お風呂に入る、あとセルフケアをするっていうのをおすすめしてますので、ぜひ取り入れれるものを取り入れてみてください。でセルフケアの方法としては一番簡単なものは実はこうやって撫でるようにしてください。ものすごく単純なんですけども、撫でるっていうことそのもので皮膚の中にある毛細リンパ管っていうものがあるんですけど、こうやって撫でることによって毛細リンパ管が開いてそこに老廃物が入るんですね。老廃物が入って流れることそのことそのものが副交感神経刺激になるので、そうすることによって副交感神経刺激になり体の中の老廃物流れて循環が良くなるっていう風にものすごくいい効果ですねになりますので、それはぜひ入れていただくといいと思います。で撫でる場所なんですけど、できれば顔ですね。で顔の方法も本当は適当ではいいんですけども、このこめかみのところからエラに撫でる、でほっぺたからエラに撫でる、でここですね、口の横からエラに撫でる、で顎からエラに撫でるっていう風にして、顔を全般的にこうやってざっくりでいいです。ざっくりこういう風に撫でてもらうだけでもかなりいいと思います。で最後に首をサササササッと撫でるですね。これを何往復かしてもらう、これも回数を決めてもらってもいいし決めなくてもいいと思います。こういう形でただただ撫でる、上から下に上から下に上から下にただただ撫でるだけでも顔がその循環が良くなっていきますので、で顔にするという意味としては顔にものすごく副交感神経刺激を受け取るセンサーがものすごく多くって、そこを撫でることによってより副交感神経刺激を入れやすいものになりますので、ぜひその上から下に撫でるってのを夜寝る前、朝起きてから、昼寝する前は昼寝する前、昼寝に起きてからこういうふうなことをしてあげて、なるべく副交感神経刺激を入れながら自律神経を整えるっていうことで、さまざまな症状ですね、ホットフラッシュなどのその更年期の障害というか症状ですね、症状なんかに対してケアをしていただくといいのかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
リンパケアサークルゆるふわでは、動画、SNS、メルマガで情報発信をしておりますので、興味のある方はフォローの方よろしくお願いします。